たち2人でちょメンバーにとある検証を仕掛けようかなと思ってるんですよ。よろしくお願いします。はい、今日やりたい曲はもしも浮気相手の LINE を他のメンバーに送ってしまったら最悪です、死ぬね。もちろん浮気なんかしてませんよ僕たち。もう大好きな彼女と毎日ずっとにいるんですけど、浮気相手への LINE って言って、それを他のメンバーに誤送信してしまったら他のメンバーどう反応するのか今日は見ていこうかなと思います。はい、今回送る LINE はですね、今夜会おうハートみたいな。あーなるほどね。僕は遠距離なんで今夜会おうってすぐ行ける距離じゃないんですよ。あーで彼女たちはもうほぼ半同棲みたいなもんじゃないですか。だから毎日会ってるんで今夜会おうっていう変なラインです。あ、もう別の女だよみたいなニュアンスね。完全に。でまあこれで浮気を疑われるのか、あーなるほどね、それとも秘密にするのかと。あーなるほどという検証にもなってくると、はい、メンバーのことは信じたいと思うんですけど、早速やっていきましょう。せーの、レディオー。おーいごめん遅くなって。なんかな、また新しい PS5 とか詰めたいかな。どういう PS? うん、そう。バイオハザード。バイオハザード。シーズン3かなんか開いて。お休みの日に何してる？休みの日？朝起きて、癖で、スマホ出してる。逆にさ、恋愛セーブ。おー。来たよ、お前だろ、そういう話しやんもん。しやんの。ないないない。出会いがね、出会いがな、学生とかだったら私もさせやな。キショーお前お前何やねん。ねえ今夜会おう、キショーいとお前ハートつけない間違いな。キショー彼女に言いなさい。え、何来てんの。うん、来てない。来てはない。会いに行くとか。うん、会いに行きません。さっきのお前の LINE がちょっと気持ち悪すぎてお前もやもやするわ。もう忘れてそれは。大学の友達が浮気しとってさ。えダメでしょ。友達だったら男が女が男が浮気かな。なん、どういう原理でするんやろな。せやな。お前もう俺の中ではかなり知られたくない情報を、うん、お前に知られた。ええ、さっきのちゃうやろ。何言ってんのかな。マジ言ってんの。なんなん。ええ、うん、だから、うん、俺は良くてやん。うん、なやと思う。え、お前浮気してんの。今夜会おうやろ。うん、彼女に浮気して。違う、俺だから浮気してんの。浮気してんの。え、いや、浮気はしてない。浮気はしてない浮気はしてない。浮気はしてない。浮気はしてない。俺ちゃうわ。お前浮気はしてないから。した言うたよ今。浮気はしてないから。いや、もう隠されてんだ。これはドッキリ。違う、浮気してない。浮気はしてない。そういうドッキリってお前いつもこうやって YouTuber やからってやるか。お前ドッキリって言ったら何でも許さないと思ってるのか。ちょっ、うわ、カメラの角度ちょっびっくりするぐらい、うん、君は気づかん。ほんまに浮気せえへんって思ってるか知らんけど、うん、疑いもせえへんかった。どんかやかな。めっちゃ言いにくかった。ごめん。スーツフェイス OK。 おう、えいか。おはよう。今日も一緒いな。やろ。おめでとう。おはよう。あ、いいことでもあった。これは毎日幸せ。いいな。幸せになりたいわ。はぁ、あ、何言っとそんな。ちょちょちょ、幸せやけど、幸せやけどみたいな。分かりない。ちょちょちょ、この場所とは別に家でのみたいな。さ、え、でもなんかさ、まあ、一人暮らしやんか、うん、寂しくなったりするのどうするの。映画見る。映画みたいな。人が映るでしょ。人が画面に映ってたらそれだけで幸せだから。すげえ。ちょっと俺もそうなりたい。もうがないよ。もうがいいよね、うん、え、なに。え、もう一度ミスった。アスカイハートマークって言ってましたけど声会えるよ。
誘ってないからマジで誘ってないから。そういうラインは気付けよ、ほんま。あの今のラインはあのメンバーとかに、ね、一応言わんといてくれる。遅れて見せたから全然ほんまに内緒にしててくれ。その隠す違う、普通に。あら、うわ、怖い、浮気やろ。まあ、なんなんなん、まあでも普通に一応言わんといてくれる、そう言うんじゃないんで。浮気？してないけど、してないけど、まあ一応わざわざ言わんくていいことってあるじゃん。え、あきちゃんがどっちなの？いや、あ、では今普通に大阪にいるよ。じゃあなんでわざわざ言わない？まあ、じゃあアーティンじゃないけど、普通に友達。違う、普通に友達。友達でこんな怒るやつが俺男か。え、男か。あ、そう、男でも俺普通に使うから。ちょっとおせっかいかもしれんけど、誰に怒ったのかな。浮気せいひだよな。まあ、普通友達。男かな。おかも。言いにくくて。ごめん。そう。なるほどね。そう。オッケー。そう。わかった。そう。墓場まで持ち帰る。そう。だから来週にしといてほしい。わかった。ごめん。了解。ごめんな、本当に。運行してくる。本当に。あ、もしもし。ちょっと俺さ、LINE 見られちゃって、俺間違えて、メンバーにあの LINE 送っちゃって、間違えて、はい、今電話して、そのさっき話してたおかまちょっと疑われてて、誤解解いてほしいなと思って、だからちょっと来てほしいなと思って、そう、誤解だから、そういう関係じゃない、普通に、あ、来てくれたんや、よかったー。ほんまに、うわぁ、うちのタロちゃんが、うわぁ、浮気疑われてた俺、誤解解いてくれんよ。こういう関係だから、アーティにも内緒にしといて。わかった。3人だけの秘密だよ。秘密だよ。また待って。
間違えて LINE 送信したらメンバー浮気疑うのかっていうドッキリしてただけ。いやもうわざわざしないって分かってたからよかったよ。ドッキリで本当にびっくりしたわ。その優しさがとっても苦しい。じゃあ次から気をつけてね。めっちゃしてないから。クレイクエスチョンと同化してますけど、え、容量がいっぱいでゲームじゃなくてそっちを消したんですか。やんばだって俺の中でもゲーム大事。わかわくん、わかわくん、あ、ごめん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 、間違えた間違えた、ごめん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 、これ間違えた、マジごめん、どう間違えた、マジマジ、これ間違えた、ほんまにただ間違えただけ。なんでアウトと間違えるの。アウトついてる。ミス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 。彼女に送るLINE間違えて送るのダメですよ。にやけちゃう。え、なんか彼女じゃないって言った今。彼女じゃないの。誰に送るつもりやったこれ。男友達に送ろうとしたやつにハートついてもらったみたいな。まあそうやな、そうやわ。なんだろう、そうやわ。いや例えばその48の女子やったら仕事 LINE とかよくあるじゃない、電話ってよくあると思うんですけど、だって他の異性と LINE をするとかの問題じゃなくてハートを送ってるのをどう思うかでしょ。どういう気持ちで。いや別に俺とかじゃないけど、俺とかじゃなくてさっき若は俺がって言ってた。逆に俺が送ってたらどうする。逆に、うん、ハートを、うん、どういうでしょ。だって女子にハートっていうの関係性とかの問題じゃなくて、親友やったらこの LINE をするとかあるじゃないですか、うん、異性やけど親友やから仲良くしてるとかならなんか時たまあると思うんですけど、ハートはいくら仲良くてもさすがに彼女以外に送っちゃダメやと思います、うん、これは若々がしてるってことですか。仮に俺がしてるとしたら、でもそこまで言ったわけですよ、ね、なんで。え、浮気は浮気はダメじゃないですか。え、え、こっち。素晴らしい。浮気割って拍手する人おらんでしょ。フォーエイトの最年少、年上でもダメって言えるすごい偉い子です。浮気はダメよね。一番分かってるよ。はい、じゃあ浮気は絶対ダメよ。え、ありがとう。ごめんなさい、ごめんなさい。おはよう、おはよう、今食ったの。おはよう。今日何してた。今日何してた。寝た。いっぱい寝た。いっぱい寝た。素晴らしい。超元気。完全復活。完全復活ですね。最近忙しいよ。もしもさ、一日まるまる休みだよって日があってさ、うん、何したい。寝る。えんちゃんって普段さ、うんうん、伊勢と買い物とか行くの。伊勢と買い物、うん、誰が悪いんだよ。誰が悪かった。説明カードを飲んだ休みの日にしたエンちゃんに送ってると思ってなかった。全員送信で消した。誰に送った。じゃあ普通に誰に間違えて送るの。こんな普通にアーティに送ろうと思って、あのアーティ今一緒に住んでるんじゃん。一緒に住んでるけど、そのアーティに送ろうと思って、うん、今普通に見せたわけ。エンちゃんにちょっと送っちゃった。アーティと一緒に、え、夜一緒にいるんじゃねえの。あ、そうそうそう、夜空いてるって言ったの。いや、普通に普通に。あ、でも俺ら結構聞くかっけえ。聞くかっけえ、初めて聞くんだ。あ、ほんまに今もスクショしてんけどさ、アーティンにさ、送ってもいい、こんなライン来たって、なんか今日夜空いてるってアーティンに送った。バカは送らん方がいいかも。なんでなんでスクショしたの。なんか珍しいラインしかなかった。いや、なんか本当はそうそう、えんちゃん、えんちゃんに送った。普通に今日空いてんのかなって。なんでハートつけたん。えんちゃんとかも普通にハートつけた。別にハートつけねえよ。いや、えんちゃんと俺らの会話はやっぱハートつけるべきかなって。
いやいや、えんちゃんダメに送ってくれやん。怒らんわ。えんちゃんは太郎をハート。あ、君に送ってよい。いや、やめとこ。なんで？やめとこ。変な誤解が生まれるか。変な誤解が生まれるか。いや、誤解が。お前誰か他のやつに送ろうとしたんか。いや、そうじゃないんだけど。そうじゃないんだけど。誰に送るの逆に。嘘つくとき人間下見るからさ。じゃあ誰に言うの。誰に言うの。誰にも言わんの。どっちが聞いとんの。本当にどっちが聞いてんねん。本当に誰に言うの俺が。誰が俺が誰に言うの。ね、やっぱり誰に言うの。誰に言ってどこ誰に言ってるぞって。いや、まあ、別に必要なんだけど、わざわざアーティに送らんといてって。なんでアーティに送ってたんだ。なんでアーティに送ってたんだ。ややこしくなる。ややこしくなるじゃん。ね。いや、まあ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 、ない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 。さあ、秋に送っても大丈夫。やめやめやめ。いや、まあ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 、もう見てみる、脇だな。いや、違う。うわ、もう思ってもちゃった。いやいや、するわけないじゃん、お前がね。うん、俺はあと一つじゃやっぱり脇でもしてないと。まあ、それで、あ、送るな、ね、よ。俺の携帯だしな。誰に送ろうか言って、じゃないか、アーティンに LINE する。誰にそれを送るつもりで送ったか。浮気相手でしょ。違う疑うんじゃないよ。疑う。その反応が怪しい。違う。その反応が絶対しないじゃん。じゃあ誰にそれを送ろうとしたか素直に言うね。えんちゃん。だから絶対嘘。本当だ。だってさ、だってさ、だってドッキリだから、ドッキリだから、えんちゃんに送るドッキリ。ドッキリって何でも許されると思ってちゃった。